100万長武開墾計画とは、奈良時代に政府が掲げた計画である。主に王に向け出された。両伝100万長武開墾計画とも呼ばれる。ただ、100万兆部という数字は、ほぼ不可能であり、ただの理想、スローガンである、ともされている。722年うる4月25日、大和朝廷に寄り出された。内容は、以下の通りである。 道の区の政情が不安定で人民が定住できにくい、ために、幼鳥を免じ、また戸へ登っている人々を国へ行きす。民を10日間漏役させて、両殿100万兆を開墾する。国軍士で開墾しない者は罰し、100兆で3000国以上の収穫をあげれば、国6回、1000国以上は、収支尿を免除、8以上の者は、国1回を少女する。 孔子の水庫の利は3割とする。辺境の陳述に、食料は重要であるから、その蓄えを更新する者には、除ョする。以上の4段からなっている。しかし現状は、異常な開墾計画の負担から逃れるため、よ逃げする、全国的に、反電農民の不老人化問題が浮上するといった傾向が見られ、結果的に開墾はあまりなされなかった。 10世紀初め頃編纂された和明類受賞によると、道の区国が約5万千兆、では国が約3万6千余町とあり両国合わせても10万丁にも満たないほどであった。また全国でも88万余町で100万丁部に満たず、結果的に失敗となった。これが上記の通り、スローガンであったのではないかとされるゆえんである。ありがとうございます。